クイーン。はい、皆さんこんにちは、大ぴょんです。今日も一日よろしくお願いします。ガレージの拡張工事第2回目ということで、こちら淀物置の というわけで、改めましてこんにちは、大ぴょんです。今回第2回目なんですけど、意外や意外、前回の動画が意外と好評で、私みたいに物置を部屋に改造したい人が世の中に3人ぐらいいるんだなって思って感動しました。今回は電気工事と床を作っていきたいと思います。自宅を建てる時にお世話になった電気屋さんに連絡して、コンセントと照明のお願いをしたんですけど、とりあえず内装が完成してから電話してきていいよということで、配線だけ用意してもらいました。前回の動画で庭まで電気来てるって話したんですけど、結局庭までは電気来てなくて、配線が通るパイプだけ通ってました。で、床を作っていくんですけど、床作りは思ったより簡単で、まずは床の寸法を測って木の枠を作ります。ホームセンで1本260円ぐらいの木を7本くらい買って、で、あとはホームセンターでカットしてもらいました。枠ができたら物置部屋に敷くんですけども、寸法的にジャストフィットだったんで、まあ良かったです。この枠でこの壁を押さえつけてるんで、隙間をこれで埋めておきます。よし。床に断熱材がいるかどうかちょっとわからなかったんですけど、そんなに高いものじゃないので、床にもスタイルフォームも敷き詰めました。こんな感じで床の下の部分ができたので、疲れた。今一段落ついたので休憩したいと思います。今回の休憩は、じゃん、見えるかな、ローソンで買ったドラもちあんこ&ホイップでございます。これを食べて休憩しましょう。いきます。うまそう。こんな感じ、ピント合わねえな。古いカメラだからさ、どうしてもピントの合いが遅いよね。こんな感じです。いただきます。もちもちだ。でさ、問題は屋根なんだよね。あの合板の高さが1890だから、あの高さが屋根になったらぴったりでいいなと思ったけど、どうやって上に蓋をするかだよね。あの淀物置の上が取っ払うことができて、上からパカって蓋ができればいいんだけど、実際それは多分できないから、あんな風に合板買ってきて、持ち上げて蓋をしなければいけないと思うんだけど、そうしたら横に隙間ができちゃうじゃん、壁の。だからどうしたもんかなと思ってたりします。うん、あと窓と換気扇だね。ヤフオクとかで小さい冊子も探してんだけど、なかなか2,000〜3,000円で買えるようなものは見つからなくて、どうしたもんかなと思ってます。窓がないとなんかすごい暗い密室みたいな感じになって、
行きましょうか。いいじゃんいいじゃん、なんか部屋っぽくなってきた。なんか床板張ると一気に部屋っぽくなるね、これ。はい、こんな感じで床板張れました。いやマジで床板があるとないとではまた違ってくるね。すげえな。で、あとはあれだよね、フローリング用の化粧板っていうのかな、なんか乗せればいいんだよね。もしくはあのフローリングのマットか何かで。壁はここはこれと同じ合板あるんだけど、丸ノコがないからさ、この合板をまっすぐ切る能力がないんですけど、ノコギリ、電ノコっていうかエアーソーがあるんですけどエアーソーでここまっすぐ木を作ることができるんでしょうか。こっち側の窓側の壁をどう処理するかだよね。今考えてるのが、この1枚と2枚を固定で完全に動かないようにしてしまって、これだけをドア代わりにして、でここまでこんな感じでこれと同じように合板張って壁にしようかなとは思ってます。屋根だね、これどうすればいいのかなと思って、これと同じように合板買ってきてこうね、屋根に合わそうと思っても、この屋根の高さが水平じゃないから、ここが違うから難しいんだよね。屋根自体も斜めにすればいいのかなって思ったけど、屋根に斜めにする能力がないしな。